おはようございます。森口でございます。さあ、今日もやっていきましょう。今日はですね、8月の4日の木曜日なんですが、ナスダックが大きく上昇してきました。節目越え見えたということで話をしていきます。アメリカの終値なんですけども、ナスダック、ナスダック100、この上昇率が目立っております。前日下げておりましたが、その下落率も限定的だったのに、この上昇率はそれを超える上昇率ということで、ナスダックがこんな感じで上昇してきたんですね。で、節目というのはこの加工トレンドラインを超えるんじゃないかっていうところでのチャート的な節目として読んでおります。なので今日はですね、この節目、超えそうな要因に について考えてていいいいいきたたなという,ふうに思っおおりまますすよろしくお願いいたしく願では、今日の内容です。昨日の振り返りをした上で、節目を超えそうな要因についてと、冷やしの移動平均線プラスマーク D を使いまして、テクニカル分析まで行っていきます。ぜひ最後までよろしくお願いします。はい、ということで、このチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析、必ず毎朝7時目標でご視聴しています。皆さんと一緒に株を考えていくチャンネルです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では、早速日本株の終値から確認していきましょう。日本株ですが3指数上昇しております。日 限定的な上昇ととといいっった感じでしょううかマザーズは1.04%の上上昇ということになっております値上がりりり値下ががも傾向しております上昇が目立っていたのはファーストリケーリングこれは既存店売上高を発表しまして、えー、さらに高値を取ってきたといった形ですねあとは決算を挟んで代金工業大きく上昇に寄与しておりますアメリカ見ていきましょう3指数揃って上昇ということで、まあ、ダウンに比較してナスダックの、ね、上昇率が目立っているっていうことがよくわかるんではないでしょうか業種別見てみるとエネルギー以外が全てて 上がっているんですねニューヨークダウンのヒートマップでもやはりシェブロンの下落は少し目立ちますがそれ以外特に情報技術関連上昇が目立っておりますナスタック100のヒートマップ見てもやはり緑が目立つなといったところが象徴的かなというふうに思います為替コモディティ見ていくと4時54分時点では2万8000を超えているんですよねどうでしょう今日超えてくるでしょうか為替ドル円133円の90銭台となっております原油が90.77金1782ドルビックスが21.6810年金利下がり まして2.71ラッセルも1%を超える上昇ソックス指数2.65%の上昇ということになっております暗号資産もですね今日は上昇しておりますので比較的安定した相場と言えそうでございますでは見ていきましょうナスダックの節目超えそうな要因について確認をしていきたいと思います、えー、先ほども紹介したようにナスダックの節目というのがこの下降トレンドラインを超えるかもしれないということです、えー、下降トレンドラインを超えるというのは一体どういう意味を指すかというと、まあ、この抵抗の線が裏切られるということになりますから、まあ、ひとまず この流れをね一旦は断ち切る可能性があるということで重要な節目になるんじゃないかなとテクニカル上は思っております、えー、そんな中で昨日動いた要因について確認をしていきたいと思うんですがこちらはですねアメリカ株が始まった時の日経新聞ですね、えー、ここではですねペロシ米下院議長が台湾を離れ過度な警戒がひとまず薄れたよということでございます前日に相場をにぎわしたペロシ下院議長ですけども、まあ、台湾を離れて韓国に行ったということで、まあ、ひとまず買いが、ね、戻ってきたという感じでございますただ緊張感はまだ ので、注意しておいてくださいね、みたいな市場関係者が多いということですね。えこちら日経新聞になっております。IS、非製造業の方ですねえ。こちらが市場予想に反して上昇して、米景気の底堅さを意識されたことによって、まあ、ニューヨークダウンも反発したよということですねで。ここにはエネルギー価格下落などを背景に価格指数が大幅に低下とか、あとは原油先物市場も実際下がったので、インフレが和らぐとの観測を誘ったということでございます。なのでまあ、昨日懸懸念念されていたた要因が去ったこととインフレ懸念が和 払たことととっってていいいいいうううののののがががですね株価の上昇ににつなるる、まあか思まだ、それにプラスして、OPEC プラスですね、ここで小幅な増産が合意されたということで、増産される供給量が増える、価格が下がるみたいなことが起こりまして、原油市場ではこんな感じのチャートになりました。こちら WTI 原油の冷やしチャートになっております。白い線を割り込んできたっていうのがわかると思うんですが、白い線というのが最近の安値のね、まあ、レンジみたいな感じですかね、の加減になっております。で今日は終ででベースでもそこを 割ってきたとといいいううころで、まあ、より一層価格が落ち着くんじゃないかっていうインフレ懸念が和らぐきっかけにはもちろんこれもなったんじゃないかなというふうに思いますこれが一つの大きな要因ではありますがもう一つでナスダックを押し上げてる要因というのがあるんじゃないかなと思いまして昨日は、ね、この原油価格が下がってることももちろんですし商品も下がってるってことでインフレ懸念が和らいでいることは間違いないということではあるんですがこっちですねフィラデルフィア半導体指数の上昇が最近目立ってるんですよねそこでソックス指数フィラデルフィア半導体指数のチャートを見てみるとじゃんえこの 節目をもううすすででに超えていいたということこなんですね先ほど言ったように、これは加工トレンドラインを超えてきた。抵抗の目安を超えてきたっていうことですから、やはり流れが変わったというふうに考えておいてもいいんじゃないかなというふうに思います。えー、その流れを変えた要因の一つとして考えられるのが、この米国で半導体業界の支援法案が可決されたこと。7兆円規模の予算で結構大きいんじゃないっていうふうにね、期待されていることがあるんではないでしょうか。このワイヤードの記事を深掘りしてみますと、米国におけるこのチップス法 って読むんですかねこれが28日に可決してで、アメリカがこの半導体のトップの座を得るために頑張るぞ、民主・党共和党双方で手を組んで頑張るぞといった、そういった支援内容になっております。それがだいたい7兆円規模で大きく、さらに合計で見るとですね、37兆円あって、それ以外の26兆円を投じて、AI とかねロボット工学、量子コンピューターとかね、まあ、そういったところへの科学研究支援をするということですから、まあ、これ全体で見てもですね、半導体だけじゃなくて、全体で見ても結構大きい 大きなななな投資ににるんじじゃいいかなという,ふうに感じております半導体分野に割かれた予算額っていうのは自動車の生産から電子機器に至るまで経済のあらゆる場面において半導体がますます重要になってくると反映しているということですから、まあ、これはね非常に、まあ、NASAC 中心に期待ができるんじゃないかということで今節目にこうやって迫ってきたということなんではないでしょうかこういったところをねぜひ期待して考えていきたいところかなというふうには思うんですが当然これは日本にも恩恵がありそうだというところを感じていただきたいなと思います。 まあこれはシンプルにですけども半導体製造装置関連が日経平均に寄与している割合上位高いものをまあだっと出しているだけですけども例えば東京エレクトロン新越化学工業アドバンテストまあこの辺決算も良くてね株価も上昇していた新越化学アドバンテストも含め構成率で見ると結構大きな構成率を占めるんですねそれ以外にもスクリーンホールディングスであるとか日経平均採用銘柄ではありませんがレーザーテックであるとか日本の名だたる半導体製造装置関連企業がアメリカの半導 半導体が活発になることにより活躍できる機会というのは増えるんではないでしょうかまたここにあったようにあらゆる場面において半導体がますます重要になっているということですから半導体が活発化するということは経済が活発化するということにもなり得ますからね、えー、そこは株価全体を上昇する要因にもなり得るということでございますこれが無事にね、えー、ちゃんと進んでいくということは、えー、非常に大きなポジティブ要因になるんじゃないかなというふうには感じております、まあ、それを踏んでででで今日の日経均株価すすけれどもさっっき、ね、4時時何分分は2万超えててたんですが5時17分まで振り返ってみ また2万8000円の壁というのがね、しばらく意識されそうなところではありますが、これによって半導体が押し上げられる、株価全体が押し上げられるというふうになれば、2万8000円をいずれは超えてきそうかなというところを期待してもいいのかななんていうふうには思っております。ということで2の動画のまとめです。今日上がった要因としましては、ペロシ氏の懸念が台湾を出国したことにより後退していること、また ISM 非製造業で底堅さを確認したこと、OPEC プラスで増産合意、原油が下落していることなどからですね、まあ、リスクが去り、そして 景気が底堅さを確認し、インフレ要因が少し後退しているっていうところがですね、株価を押し上げているということになります。またその中でも上昇率が特に大きいのはソックス指数ということで上昇が続き下降チャンネルを突破するかもしれないといったところまで来ております。背景にですね、半導体の支援法案可決の可能性が高いかなというふうに見ております。半導体の支援以外にもですね、先端分野への投資っていうのがありそうですからこれは恩恵がありそうだということですし、日本の半導体企業っていうのはですね、日経平均への寄与も 大きいですよね非常にこう日経平均株価自体を押し上げる要因にもなっていくんじゃないかなというふうに思います期待したいところですね。 では、指数の売買戦略、冷やしの移動平均線プラス、マっクりを使ってみていきましょう。はい、まずは日経平均株価でございます。昨日の終わり値が27,741円というふうになっていて、まあ、とにかく意識されるのが2万8,000円の壁といった感じでしょうか。先物で見ましても2万8,000円を超えたら2万8,000円を割り込んでくるみたいな形になりますので、明確に終わり値ベースで2万8,000円を超えてくるかというところとか、あとはまあこの白い線、これ2万8,000円の線ですけども、緑の線、これが上昇チャンネルラインですね、を超えてくるか、また移動平均線で見ますと5日線を超えてくるか、この辺が注目ポイントかなと思います。 思いますまた、MacD がデッドクロスならずに超えることができるかというのも一つポイントになるかもしれません、えー。トピックス見ていきたいと思います。トピックスはですね、おそらくなんですけども、今日、MacD ラインがデッドクロスになると思います。このままの流れでいくと、どうしてもそれは避けられないかなといった形です。ただしですね、まあそれが一瞬であればそんなに影響はないかなというところ、そして下にはサポートがあるということを考えますと、まあ、上昇につながっていけば問題はないかなというふうに感じております。安定的な動きを期待したいところです。一方、マザーズですが、マザーズが一番ね、日本 日本の3次数の中では安定的に5日線の上で推移しているということですからこの流れが続いていくかどうかというのを、ね、確認していきたいところですねニューヨークダウンを見ていきましょうニューヨークダウンに関しましてもなんだかんだで上昇が続き5日線を超、ね、えている状態になりました昨日の下落分は取り戻していますのでこの高値を超えてくるかどうかに注目をしていきましょう S&P500 は高値を取ってきているんですねなので、まあ、やはり情報技術関連の割合が大きいということですからここは期待したいところですね一方ここが加工チャンネル 突破するかもしれないここはぜひね、近々見たいところですよね。即死指数の上昇が続くかも合わせて確認していけばですね、まあ、見えてくるかなというところなんですけども、ラッセル2000で見ますと、もうすでに超えてるんですよね。えー、そういったところもですね、やはり小型株が先行して、えー、こういうふうに動いているということを考えますと、まあ、確率は結構高いんじゃないかなというふうに思います。ただ、昨日のペロシ氏の,あの台湾訪問のような突発的なリスクのね、顕在化っていうのも出てきたりとか、あとは、まあ、もちろんね、そういうリスク、避けられないものっていうのは考えられますので、そういう警戒だけは おらないいよううにししていきましょうはいということで今日はですね、まあ、こういったナスダックが上がってきた要因についていくつか要因がありましたね、えー、一時的なリスクの後退とか景気の底堅さの確認とかあとは原油の下落によるインフレ懸念の後退あとはこの半導体支援法案の可決といった内容でですねナスダックが節目を超えてくる可能性が結構上がってくるんじゃないかっていうね、えー、そういう話でございました是非ねこの流れが続くかどうか確認していきましょうでは今日もお知らせでございます聞いてわかる投資本ようやくチャンネルにて私の本が紹介されております おりました、ののでよかったたらチェッククしてみてみください概要欄のリンクにありますます個別銘柄のとことも分析するマガジンですが、最新記事がポートという、これはどうし方というとメタバース関連銘柄なんですが、今、量子コンピューター関連銘柄を分析中でございます。今日の法案のね、話にも少し絡むのかなというふうには思いますけども、非常にポジティブなところがだんだん出てきてますし、国を挙げて量子コンピューターにも投資をしていこうという流れが各国で見られますからね、やはり、まあ、注目なのかなというふうに思いまして、分析をしてみたいなというふうに思っております。こちらもね、金曜日に配信しますので、ぜひご 期待くださいということで今日はこんな感じで終わっていきます今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンをまた明日以降もこのような形で7時目標で更新をしていきますまた最近この撮影方法にですねもう模索しておりまして朝ねクロマキーをクリーンバックでね撮ったりしてるんですけども照明がないとですね自分自身が暗くなって昔のスターウォーズみたいなねああいう写真になっちゃうのでじゃなくてひとまずちょっと照明を今手配してますから照明が来るまではですね僕自身がこういう風に携帯でそのままこう自撮りでね撮ってやっていくスタンスにちょっとしてみたい なと思ってますまた、マイクも使ってますけども音質、画質をね向上させるためにちょっと今が、いろいろ頑張ってますのでよかったらちょっと見にくい部分、聞きにくい部分が、えー、途中、混ざるかもしれませんがお付き合いいただければ幸いでございます。ではまた明日、テクニカル分析でお会いしましょう。<music> さよなら。